ひまわり？ひまわり見るの？寝起きやのに元気やん。パジャマでーす。満開ってすごかったんちゃいか。あれ何？えいひ。ひまわり？すごいな。めっちゃ奥まで広がった。クマ。クマ？見て、クマ。クマ？見て、クマ。どこにクマいて？ここ。どれクマ？抱っこ？急に抱っこするの、うん、あ、ママ来たわ。今日広島やな、目的地はな、うん、ちょっと休憩、笠岡ベイファームにやってまいりました。うん、うん、いいよな、夜中出発やったからな、パジャマやな、うん、すごいな、道もめっちゃ直線やで、うん、見て、ニンニクコロッケやって、うわー、だいたいまたきつくなまたっていう、白桃スムージーやって、うん、美味しそう、手振ってる。玉の浦に来たよ。玉の浦。朝やから人誰もいない。うん。見えるで。ジュエット？うん。すごい、もうすぐ目の前。ほんまや。海、静かやな。カニや。いいよ、こっち来てみ。ほら。ここカニさんいてん、見て見て、カニ、うん、カニさんおった。パパの方に隠れてきた。いいよ、あっちのさ、大きい塔見に行こう。あ、常夜塔な。あれ向こう歩いて行こう、常夜塔。あ、船、船、船いっぱい。寮から帰ってきたんか。ゆうか、あっちほら見て、海広い、広がってるよ。ピンしたら、じゃ座るのはいいよ。汗めっちゃかいてるやん。そうや、そんな暑いか。じゃあここにこうやって座ってみたら。ママとカニよ、大ちゃん足元カニ。カニ、カニもね、どっか行ったよ。ねんね、うん、ねんねかな、どっか住みかに帰って行ったもん。にくん、どう海。いや、はい、赤髪の毛触って怒られる。はい。自分のスタイル崩れたら怒るから。激おこ。最近髪の毛こだわってるんやないよ。あ、ここ すいません。あ、いいですか、貝あげよう。おーおーおー、行く貝やって。すごい、ありがとうって行く貝、初めて見たね。ありがとうございます。貝すごい。え、これどこかで拾うんですか。え、そこにあるんですか。すごい、行くよかったね。見て、はい、なあ、貝もらったな、うん、食べれるんですか。え、食べれるんですか、これ。サザエポン酢で食べる。ポン酢で食べる。素材みたいな。ありがとうございます。いいか、ありがとう。どうも。すごい。え、あ、出てきた、出てきた、出てきた。すごい。ヤドガリ？ほんまや。あ、おいしそうみ。おいしそうみや。いいか、貝。初めて見たな。貝やでいいか。怖いね。怖いの？くれたわ。食べれんねんて、これよ。貴重やの。どういう反応や。うわ、大きい、大きないよ、ほら。いいよ、もう下降りる。うんと、下降りるの、うん、気をつけてよ。すごいいいとこですよね、ここ。初めて来たんです、今日は。貝な、え、落としちゃったの、うん、ママ持ってるわ、ママ。ママ持ってる、はい、あれ、これちゃんよ。それか、それ渡したり。これじゃない。海近っ。あの、ペットボトルかなんかに入れてから、うん、塩水を汲んでから。はい。ありがとうございます。見て、いい子、なんかお辞儀してた。ありがとうございます。ありがとうした。うわ、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。ひっついた。なんか暖かい人多いな。うん、すごい暖かい。ママ見て、貝。あ、お茶また来てくれ。ん？竹の上のポニョ。ああ、あれが。ああ、あの赤屋根が今。ああ、ありがとうございます。連れて行ってくれねんって。
あの私の手の上ですごいみんなが団子になってる。団子。貝ってくっつきたい性質があるの？怖いよ。汲んできてくれたよ、水。カタツムリみたい。よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、後でこれ返します。ありがとうございます。入れたらいいんですか？え、これでもバケツ。そのまま持って帰れやけ。バケツ使いません。100均のバケツです。すみません、ありがとうございます。これなんていう貝なんですか？この辺ではあの粒貝よりつぶがムン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 、つぶ貝ムンムンやいくムンムン、つぶ貝。あ、いや、まあ、もう全然全然もうこんな朝から入っていいよって。あ、入っていいらしいで。いいんですか？お邪魔します。雨だかいてる。失礼します。見て、かいな、かいな、もらったな。牛乳でいい？いいよ、保育園で牛乳の。あ、飲んでるの？あ、じゃあいける。あ、うん、全然大丈夫です。ちょっとしといてよ、はい、ありがとうして。いか、ありがとうって、はい。ありがとうございます。ちょっと見せなさい。男前やから。確かに。あ、もうちょっとあの冷めてからいただく。いい香り。そう、おっちゃん、おかそう、おっちゃんね、氷入れてくれんねんて。これ、タコさんもらったからね。かわいい。うまい。おっちゃん。大きいタコ。ゆくママ抱っこした。うわあ。ありがとうございます。これ一本ずつあの中に入れて。ああ、はい。すみません。これで当たったら気球が入るから。ああ、はい。なるほど。まあ、それだけ。タコ焼きで。あ、タコ焼きやります、やります。あ、おっちゃん、これチコが入ってる。それは。あ、あんたらと食べさそうと思って。あ、いい。ありがとうございます。いくちくわ。半分こそれ。あ、今、うん、今食べさせてくれる。いくちくわ食べる。いや、朝ごはんやん。あんた、氷。おっちゃん、氷持ってきてくれて。いくちくわ食べる。これめっちゃ大きいで。じゃあ、丁寧にやって。ちくわもらう？今、手拭いて借ります。あ、それあれか。中心、筒か。うん。ありがとうございます。はい、もう十分すぎるぐらい。おいしい？おいしいな、ちくわな。いや、ちくわ好きやろ。おいしいな。ちくわの磯辺揚げがめっちゃ好き。あ、そうかそう。これたこ焼き何個分ぐらいできんの？すごい、すごい量。何個でもできんの。お邪魔しました。お邪魔しました。おーちゃん、おっちゃんも行くよ。魚？魚？魚じゃないんじゃない？魚いそうやな、いけそうやわ。お水や、お水。すげえ。ほな、おっちゃんに案内してもらうと絶対たどり着かんやな。なんか、友の浦を堪能できてる。ガガガガガガガ。あ、待って、ここめっちゃいいよ。すごい。いい、こういうところ。なあ。あ、いいなぁ。いや、歩いてみよう、ここ。転がり落ちていくじゃん。歩かんかい。昔から、だいたい南向きに玄関こっち作るのが当たり前なんだけど、はいはいはい、子供自分、ここ芝生でね、はいはいはい、管理人がおってから。おはようございます。おはようございます。恥ずかしいか？恥ずかしい。人見知りなんです。まあまあな。ちょっと瓦が見えるけど、はい、あそこの宮崎駿監督は2ヶ月の間にちょっと見て学校のこれの構想を練って、おっちゃんいてるよ。はい、おいでこっちで。岡本龍馬はこの、まあ、人形が入り前にあるんです、はい、そこで、北海道でまた昆布の中出てるから、はいはい、3人回ってできるかな。行くで、まだね、話しよう。ほい、うわびっくりした。毎回やるの。もういい。じゃあこれ離して。はい、ありがとう。ありがとう。一応ここまで来るまではこれですね。この、あ、そう、どうしたの？あ、どうなの？タコさん。おっちゃんからね、タコさんとかね。なんかもういっぱいもらった。ちゅうこは、もうお腹いっぱいになった。嬉しい。あ、お前、お前、あるわ、あるわ。お、あれや。